ジャンプ流配管カラー作画。
キャラクターをこう配置するポイントというか、うん、そういったものがあればルフィを描いてチョッパーが誰かに手を振ろうと思って波を描いて、波を描いたら突進してくるサンジが出てきて、じゃあゾロもウソップも描かなきゃなと思って描いて順番に増えていっただけで、だからそうやって思いつく、絵の上で思いつくことで描いていきますよいつも。色っていうのは点入れが終わったぐらいでもうある程度というか見えてるもの、いや全然見えてないですね。塗りながら描きながら塗りながら、その場で思いついたことしか描きたくないです。古くなっていくんで考えが。今日やったのは多分全体をまず一回色を決めようと思って、全部分かる色だけ置いてって、そこから塗り込んでいった感じです。やりましたよね。大体でもシチュエーションのあるやつはそうやって塗るかな。全体の色合いが見えるから。このコピックっていう画材は一遍塗って自分の目で見て綺麗に塗れたと思っても、ジャンプで印刷するとものすごいムラが出るんですよ。だから2回塗らないと紙面でとても見苦しい絵になる。長年やって、一番使いやすいやつをまずホワイトだけで昔やってたんですけども、色鉛筆も乗ることが分かってきたんで、色鉛筆も乗るやつと乗らないやつがあるんですけど、乗るのを見つけたので時々使ってますね。薄くハイライトにちょっと添える感じで使えるから便利です。ジャンプ流変身創作の現場から、今回は小田栄一郎先生の仕事場を紹介するぞ。好きなものに囲まれて仕事をするのが一番という小田先生、部屋中至る所にフィギュアやおもちゃが飾られている。ちなみに一番のお気に入りはこの等身大ターミネーター。そしてその後ろには駄菓子屋コーナー。仕事場の中に駄菓子屋があったら楽しいなという理由で作ってみたとのこと。100インチの巨大テレビは空き時間などにスタッフのみんなとゲームをするときに使用。本棚に飾られているのは連載表彰式のトロフィー。連載800回記念でもらった特製の盾にはドレスローザ編の名シーンが散りばめられている。ここはスタッフの作業机。キャラクターの傷や装飾品、場所設定などを共有し、ミスがないようにみんなでチェック。壁に飾られているのは尊敬する鳥山明先生のサイン。ずっと大切にしている宝物だ。そしてここが小田先生の机。ジュークボックス、怪しげなクラゲの水槽など多種多様な雑貨がぎっしり。棚に並んでいるのは風景の写真集や海外の画集など、こういったものからインスピレーションを受けることもあるんだとか。連載当初から使用しているという G ペンと丸ペン。お気に入りのペン軸は今はどこにも売っていないため、とても大切に使っている。革命軍、ゾウなど気になるタイトルが並んだ設定ノート。
このようにシリーズごとにまとめて管理。ブルックを描くときに活躍するのがこの骸骨。どんな角度からも骨の形を確認することができる。一番読んでもらえますよね、たくさんの人に。連載しただけでそれが一番大きなメリットで、普通のことを、ジャンプって一番普通の人たちがたくさん読む雑誌なので、普通の人の気持ちが分かるようになっておくこと。だからなんか、あんまり一つのことにのめり込みすぎず、まあ、スポーツとかのめり込んでも構わないんですけども、なんかそういう若い時代の子供の頃の気持ちとか若い頃の気持ちとか、普通の人の気持ちが分かる生活を普通に送っていくのが一番いいと思いますね。だから読む漫画も世間で流行ったもの全部、みんなが盛り上がったらわーっと一緒に盛り上がって流されて、キャプテン翼が流行ったらサッカー始めて、もう流れるだけ流れてきましたんで、普通の気持ちがよくわかる。それは強みですね。すごくね、やっぱね、今の若い新人たち見ててもすごい迷ってるのは、やっぱり合わせようと思ってて、みんなに、そのさっきの話もそうですけど、やっぱり自分が生きてきちゃった道っていうのはもうしょうがないんですよ。だから好きなものをどうやったら普及できるかと、ブームを起こす方向で考えた方がいい。あの世間で今これが流行ってるから乗っていこうっていうのが作家では困るんですよね。あの普通の人はそれでいいんだけど、作家になったからには一歩先行って、自分はこういうの好きなんだけどまだ世間の人は知らないっていうものを見つけたら、それを流行らせる力があるので漫画には、そういう気持ちで書いていただければいいかなと。あの人に、読者に合わせる必要はないです。ジャンプ流実技漫画テクニック、第3回スクリーントーン。スクリーントーンとは、薄いフィルムの上に様々なパターンがプリントされたシールのようなもの。一般的にはトーンとも呼ばれている。陰影や模様などペンでは不可能な表現が可能になる。トーンを抑えるヘラ、そしてデザインナイフを用意しよう。今回は空を描きながら代表的なトーンの使い方を紹介。使用するのはグラデーショントーン。ペン入れした原稿にトーンを台紙のまま当てて、必要な部分を切り取る。切り取ったトーンを仮貼り。この際、原稿用紙にゴミがないか注意しよう。トレーシングペーパーなどを間にかませ、ヘラで軽くこすることで原稿を傷つけることなく貼ることができるぞ。続いてデザインナイフでトーンをカット。大まかな部分から徐々に細かな部分に進んでいこう。輪郭線に合わせ丁寧に慎重に。力を入れすぎて原稿まで切ってしまわないように気をつけよう。
不要なトーンを切り落としたら上からトーン押さえでこすって圧着。空が完成。シーンに合わせてさまざまなトーンを試してみよう。応用編としてカッターでトーンを削りぼかしを作るテクニックも紹介しよう。まずはぼかしたい部分を決める。続いてカッターでぼかすラインを削る。デザインナイフではなく普通のカッターを使用し焦らず丁寧に削っていく。削る力は一定に。薄くしたいところは回数を多く、濃くしたいところは回数を少なく削っていくのがポイント。仕上げにぼかし始めが自然に見えるように微調整。余分な部分をカット。最後にヘラで圧着。このように細かな表現が可能になる。色、影、背景、質感、トーンを駆使しさらなる表現力を手に入れよう。